今回は2023年9月27日発売のパワーガンスリムの特徴を知りたいリラックスアイテムを探しているハンディマッサージガン選びのポイントを知りたいそんな方々に参考になる動画になっています。 これからの寒い時期なら、運動前後のケアや就寝前の足の冷え対策としても重宝します。ただ、ハンディマッサージガンは色々なメーカーから多種多様なものが登場していて、選び方がわからない方もいるはずです。今回は人気話題の4つのハンディマッサージガンを比較しながら、違いや選び方のポイントなどを詳しく紹介します。 プレゼントアイテムとしてもぴったりなので、ぜひ参考にしてみてください。ピチエコチャンネルでは実際に購入して使った美容アイテムやシャワーヘッドを紹介しています。Instagram では使い心地や効果について紹介していますので、コメントやフォローをいただけると嬉しいです。チャンネル登録や評価もお待ちしています。 これが2023年3月17日発売のマイトレックスのリバイブエアーです。今回紹介の中で最も低価格なハンディマッサージガンです。見ての通り本体だけでなくアタッチメントまでカラフルで奇抜なカラーリングになっています。アタッチメントの種類が5つと今回紹介の中で最も多く色々な楽しみ方ができます。 さらに、平型アタッチメントに別売りのスカルプ拡張アタッチメントをつけることで、頭皮ケアまでできます。頭皮ケアに対応したハンディマッサージガンはほとんどないため、大きな特徴の一つです。 フェイスケアやスカルプケアをするにあたって気になるのが、優しく使えるかという点です。調整できる回転数は5段階で、低速でも使えます。 顔でも使える玉型アタッチメントは、シリコン素材が使われていて、思っている以上に優しく繊細なケアができます。そして意外とパワフルに使える点もポイントです。ポイント型アタッチメントの先端部分には、このように力を伝えやすい形になっていて、強力に押し当てながら使えます。 リバイブエアーは簡易的なケースだけでなく袋のポーチ付きでカバンなどに入れて持ち運びがしやすいです。これが2023年9月27日発売のシックスパパドのパワーガンスリムです。今回紹介の中で最も発売時期が新しいハンディマッサージガンです。 最大の特徴は、押し当て具合に合わせて回転数を自動調整するオートモードです。負荷がかかっていない状態では、1分あたり1600回転で動作しますが、押し当て具合によっては回転数を自動で高めてくれます。 他の3つを含めた一般的なハンディマッサージガンの場合、押し当て具合と回転数のバランスが悪いと、このように自動停止したり、物足りなさを感じたり、逆に強くケアしすぎたりするケースがありました。たそのため、使う場所に合わせて都度回転調整する手間がありました。 オートモードがあれば細かな回転調整の手間が省けます。ハンディマッサージガンはながら使いすることが多いため、押し当て具合で回転数を調整できる点はかなり便利です。調整できる回転数は他の3つに比べると少ないですが、オートモードで使う前提であればほぼ気にならないです。 他の3つに比べて最大回転数が低い点もこの大きめの作りで体重をかけながら使いやすい円柱型アタッチメントがあることでカバーされている印象です今回紹介のハンディマッサージガンはどれもカラーバリエーションが豊富ですが パワーガンスリムは落ち着いた雰囲気のマットなカラーが揃っています。これが2022年2月1日発売のマイトレックスリバイブミニ XS です。よくリバイブミニと間違えられますが、さらに軽量コンパクト化されたハンディマッサージガンです。今回紹介の中で最も付属品が充実しています。 他の3つは簡易的なケースですが、Revive Mini XS は本格的な専用ハードケース付きです。専用ハードケースは本体やアタッチメントだけでなく、取扱説明書や充電器類などもひとまとめに保管ができます。 安全安心に持ち運びがしやすく旅行先や出張先帰省先でも本格的なケアを楽しめます専用ハードケース以外にも袋のポーチやこの本体用のハンドストラップ付きでいろいろなシーンで使いやすい工夫が満載です調整できる回転数は5段階で 高い回転数の中で細かく調整ができます。 耐圧性能はリバイブエアよりも高くしっかりと体重をかけて使えます低速での使用には対応していないものの干渉型アタッチメントがフェイスケアに対応していますさらに別売りの針型アタッチメントやバックケアアームをつけて使えます針型アタッチメントは押し込んで使うのではなく 先端部分を軽く当てながら使います。他のアタッチメントにはないピンポイントのアプローチができ、違った心地よさがあります。これがバックケアアームです。組み立ては簡単ですが、想像以上に安定感があります。 一人ではケアしにくい背中や腰周りでも使えて使い道が広がります。これが2022年4月14日発売のドクターエアーエクサガンハイパーです。今回紹介の中で最軽量 220g のハンディマッサージガンです。収納ケースまでコンパクトで一式を楽々に持ち運べます。 軽量コンパクトなハンディマッサージガンの場合、アルミ素材を使ったものもあり、持った時にひんやりと冷たく感じる場合がありますが、常温に近い感覚でつかめて、冬場の時期でも使いやすいです。また、滑り止めのようなデザインが施されている点も注目です。アタッチメントの種類は他の3つに比べると少ないですが、アタッチメントなしでも使えて、 最低限必要なものが揃っていますソフトブラシをつければフェイスケアができますそして回転調整できる幅が広い点も注目です リバイブエアよりも低速ででフェイスケアができます。1600回転前後では使えないものの最大回転数では軽量コンパクト設計ながら力強くほぐせます。 今回はパワーガンスリムを含めた4つのハンディマッサージガンを比較しました。どれも 300g 以下と軽量コンパクトですが、細かな機能や収納方法などに違いがあります。価格を抑えたい、強弱を調整しながら色々な使い方を楽しみたい方はリバイブエア。オートモードで楽にながら使いしたい、落ち着いたカラーを選びたい方はパワーガンスリム。 セット内容や別売りアタッチメントを含めていろいろ試したい一式を持ち運んで使いたい方はリバイブミニ XS とにかく軽さにこだわりたい外出先用として使いたい方はエクサガンハイパーがおすすめです是非参考にしていただけたらと思います他のハンディマッサージガンとの違いを知りたい購入先を迷っているなどありましたら気軽にコメントいただけたらと思います ピチエコチャンネルでは他にも便利な家電や最新アイテムについて紹介しています是非プレゼント選びの参考にしてみてくださいご視聴いただきありがとうございました